今回ご紹介するのは名古屋鉄道興和線の青山駅です。青山駅は愛知県半田市青山1丁目にあり、1933年昭和8年7月に知多鉄道の南奈良駅として開業しました。設置された区間は前年に奈良駅から興和口駅までの延伸によって開業していました。南奈良駅の設置は鉄道省による竹豊線のガソリンカー導入や南知多方面への省営自動車の運行計画への対抗策の一つであったとされています。後に地域の発展を目的として橋上駅舎への改築に合わせて駅名の変更を求める動きがありました。しかし名古屋鉄道がコンピューターシステムの更新や表示の変更に費用がかかるとして約8500万円の負担を駅の地元に求めたため話は進展しませんでした。駅の西側では1999年平成11年に半田青山土地区画整理事業が完了し、周辺の人口も増加しており、これを機に1999年平成11年商店街振興会などで構成される団体が半田市長に青山駅への変更を名古屋鉄道に働きかけるよう陳情しました。空港線の開通に合わせて変更することで費用を抑えられるとして、2004年平成16年に変更に向けた運動が再開され、いろいろな運動などの結果、2005年平成17年1月29日に駅名が青山駅に変更されました。興和線青山駅付近鉄道高架化事業として2013年平成25年を竣工予定とした当駅周辺の立体交差化が行われました。2012年平成24年5月12日に上り線が高架線へ移行し、2013年平成25年11月16日に高架化工事が完成しました。
ありがとうございました。青山です。お忘れ物をなさいませんようにお降りください。ご視聴ありがとうございました。